はい、ジュン選手、エビン。マイク、エビン。はい、今日はね、種類劇場に来ました。はい、来ました。初めて来たね。はい、私もです。でも、種類劇場に来たんだけど、はい、種類劇場なのに全く、関係のないやつが、はい、今日カメラする。いやいや、カメラマン、種類の助ですよ。めちゃくちゃ種類のネタやってるんですから。僕、調整小学校、近くの小学校出身で、その時の僕たちの青春時代の種類劇場といえば、はい、この、今ガラス張りの向こうに、うんうん、まあ、ポスターあるじゃないですか、はいはい、もうこれが全部ピンク映画の、うん、もう本当におっぱいポロリのポスターがバーって並べられてて、でも首里地域の子供はそこでもう最初に女性の胸を見ますから学ぶんですね。それで学んでました。ちょうどね、はい、さっき受付の方から面白いのありましたって言ったら、やばい、ここに入場総選挙大会が開かれて、やばい、全100回開催、めちゃめちゃやってるな、相当開催されたな、たくさん、うちなんちもいるな、うちなんちいるな、大城あかねさん、おめでとうございます、おめでとうございます、大城楓さん、大城家強いですね、強いですね、やっぱ俺も大城だけどな、なかなかね、本当ね、この、はい、芝居やってたりとか、まあ映画館もやってたりとか、3ヶ月前まで営業してたらしく、はい、中ちょっと見てくださいって本当に貴重らしくて、うん、ちょっと今日は、はい、種類劇場のファンクラブ、友の会のファンクラブっていうのがあるらしくて、その中でマッキーやつともさんにはちょっと中案内してもらいます、はい、入った瞬間からあれだな、昭和感ね、そうですね、すごい、築は何年なんですか、これ築72年、72年、1950年、戦後5年目に、何もない周りの本当に家もそんなになかったところに作られた、うん、72年、3ヶ月前までどういう上映されてたんですか、どんな映画、基本的に40年ぐらいピンク映画やってたんですけど、専門館で、はい、去年1年前に名画座になって、うん、あれから一般の方にも見てもらおうっていうことになったところで館長が、あ、この方、すごい、はい、すごい、すごい、ね、劇場のファンの方が描いた、へえ、ちょっと中もすごい、はい、やばい、やばい、こういう形なんですね、わあ、すごい、戦後5年目にできてるってことは、要は戦前の芝居小屋の様式の、まあ、はい、戦後作ってると思うんですが、まだ残ってるってすごいですね、こっちはちなみに何ですか、焚き火のところです、焚き火の喫煙席ですね、あ、喫煙席、映画館なんか昔タバコ吸えたんで、はいはい、喫煙席として一応こういうのやってたみたいです、すごい、天井も高くて高いっすね、本当に高い、で、2階席もちゃんとあってっていう、全部木でできてるっていうんです、そう椅子の椅子、もうこれ当時からの、あ、これはね、もともとは多分ああいう長椅子と、あと前の方はお座敷で見てたっていう、あ、じゃあその椅子は全部内蔵とかで、これは例えば大体もらいもんなんです、これはもう回し流営っていう映画館が潰れた時にもらってきて、はい、あと国営館が改装した時にもらってきたりとか、でここバッテンがついてるんじゃないですか、はい、飛ばないで、あ、なるほど、やばい、これジャックっていう、ダメですよいなくなりますこっちからのこの2階席の、すごいっすね、気持ちいい、超気持ちいいな、なんか演者側からしたら結構近く見えますね、うん、何名ぐらいこの席に、多分上下入れたら、はい、昔のやり方で詰め込めば、うん、500人ぐらいは収まったすごい昔上にぎゅうぎゅう詰めで本当に人が乗っかってたっていうのがちょっと今考えると恐ろしい、すごいですね、これ面白いね、こういうのも、まあ、芝居の演出に使えるだろうし、ちょっと純選手、このカーテンから出てきて一言やってみます、いやいやいや、その振りがあったら絶対滑るだろういやいや、でもやっぱり歴史ある手裏劇場のこのカーテンから一言言ってきた先輩いっぱいいると思いますから、いやいや、しかもこっちちゃんと通れるか分からんよ、通れるんですよ、通れるからね、割としっかりする、じゃあ純選手どうぞ、じゃんけん最初あぐありがとうございました終わりです、いやいや、違う、こっちから言ったら、こっちが芝居じゃないの、
通はうちの芝居とかやってるから、はいはい、ワンチャレンジ、ワンチャレンジ、あ、ワンチャレンジ、あ、今のちょっと現代風すぎましたね、現代風、はい、じゃあ、純選手、どうぞ。民謡歌手のくしゃみ、あ、ぶしいや、どうでした、ちょっと照れが見えましたねリアルな意見さすがっすね、これどんだけの尺使うの、はい、仕切り直し早っ、仕切り直し、すごい、昔ここの辺重低がね、はい、三振とかで、面白いのはその後ろの壁の上見てもらいたい、はいはい、おお、これなんですか、これは昔劇場で広告を撮ってたんですね、はいはい、昔は劇場の外に貼ってたそうです、ああなるほど、近所の酒屋さんとか靴屋さんとか、はあ、はあ、これで広告収入を得るっていう、そうそう、あれ YouTube の世界と全然違うな確かに面白いのはやっぱり首里市って書いてるでしょ、本当だ、那覇市と合併する前、はいはいはい、合併したのが1954年なんで、はいはいはい、電話45番ってやると倒せるってことか、そこに井戸があるんですか、井戸だから、ここいまだに実はこの劇場下水浄水通ってなくて、トイレは汲み取りだし、水道はここから汲み上げて、まあ、手洗い用に使ってた、これ何ですか、これはね、映写のフィルムを巻き戻すために使ったと、ここで巻き戻した、これが一番ちょっと気になるもの、まあ多分映画のメインスピーカーだったんだろうと思うんですけど、聞いたらなんか昔は側は作ってた人が結構いたっていう話なんですけど、で、もう一つこの劇場の特徴はですね、これは炊事場です、炊事場、炊事場必要だったんですか、昔はだから芝居の一座がこう泊まり込みで2、3日とか1週間とか興行する場合があるので、でまあそこが井戸がさっき言ってたみたいな、その水を一度そこの桶に入れておいて、あ、こっちに、まあ手洗い、メイク落とす時も使うし、料理も使うし、すごいな、すごい、なんか俺たち天物館でやってるけど全部あるのにな、そう、なんか当たり前にあるし、あ、あとあそこの黒板が多分芝居のプログラムとかを書いてたんだと思う、最後にやったのは1980年代の80年代その頃で、まあ、その頃は私があんまやってなかったんですけど、はい、多分デーゴザ、はいはいはい、中田幸子さんとかで、うん、確かにあのこの文字が中田龍太郎さんの字に似てるというのはあのお孫さん、雅江さんは言ってました、ね、80年代ってマジで俺が生まれた頃な、自分生まれてないです、俺が生まれた頃やった、そうです、何ですか、何ですか、絵が幕に、あ、幕に、はい、筑波絵が書いてて、真ん中に首里劇場って書いてるんですけど、あー、書いてますね、はい、昔の引き幕、はい、芝居の時に昔はスクリーンの前に、はい、舞台の前にあって、はい、幕しちゃうのが開けて、はい、芝居が始まるみたいな、ここもこっちにもある、本当だ、お、広告、広告、一枠いくらだったんかな、気になる、気になる、マジで気になる、この写真の写の字が間違えてるところ、写真がホープの広告で間違えてもいいですね、いいです、面白い、うん、お、舞台立てるんだ、舞台立てると、すごい、立てる、でもいろんなところに本当だ、すぐにしたトイレあるんです、ここはなんか古いちょ、怖い、なんか出てきそうな、炎上炎上ちょっと、ご飯中の方は、はい、一旦停止して食べてから衝撃です、すごい、衝撃、すごい、いや、これはそのまま春にやっつけですか、小学校の時は学校もこんな感じだったんです、ここが大便器、やばいし、やばいやばい、これちょっとトットン、トットンじゃないですか、トットンで、しかも便器がないんです、中は取らない方がいい、中はやばい、手が出てくるから、ちょっとちょっと純粋にしゃがんでみてもらおう、やばいやばい、じゃあマイコがやるんだよ、これ女性、これ女性よ、あー女性よ、何の
んで外に鍵があるの？そうですよね。ちゃんと最近作り直してるんですけど。普通中ですよ。中ですよね。間違って外に作っちゃったんですよ。中にないんですよ。中に鍵がない。いやすごかったな。マジで、あの、便所っていう看板が黒と赤の意味が分かりましたよ。なんか雰囲気がちょっと入れませんね。2階席ってますが、ちょっといろいろ危険なところがあるんですけど、もう見てわかります。水平がわからん。え、これ重くなる。あ、本当だ、なんか登りながら体が揺れますね。うわ、これはもう、これ立て壊しでここはね、やっぱ本当に難しいところで、もうさすがに個人経営で一人でどうにかこそこそやった映画館ではもう修理できなかったんで、修理ですよ。でここがおおすごい映画館の心臓部、すごい映写室、映写室、あの両脇にあるのがフィルムの映写機で、最近です。で真ん中はあの7年前に買ったデジタル映写機です。7年前にデジタル映写機を買ったってことから分かるように、この建物で辞める気がなかった。そこがすごいんですよ、ね、かっこいいですね。面白いな。だから建物が壊れるか自分が壊れるかどっちが先かって感じでやったら自分が先に。いきなり末期がんですからね。入院するまで分かってなかったんですよ。そうなんですか。検査行ったことないから。はあ、本当に昔ながらのワイルドな人ですね。かっこいい。だからある意味ね、好きなことしちゃって嫌がったなっていうのが僕らファンとしては。めっちゃかっこいいですね。ある意味ね、羨ましい。あ、これが昔の、はい、はあ、フィルムの映写機ですね。これ手で回すやつタイプですか？いやいや、手で回さんで、まあ、うん、でモーターで動きますから。あ、モーターね。その黒い、下に黒い棒があります。そこそこ、あ、これ回してみてもらっていいですか？いいですか、回して。ウエスト、歯車、じゃあ、ジュン選手、どうぞ。お、お、あ、あ、動いてる、動いてる、動いてる。で、ここはランプボックスで、今までこれですけど最高だね。これテレビ気になったんだ、このこの作り。あ、なんか電子親近感あるな、演者とも。またありますね、一体感が多分ありますよね。喫煙室、味がありますね。ここ喫煙室だったんですね。でもみんな入らんでそのまま吸ってる。光るんですね。おー、かっこいい。おー、手書きで面白い。面白いですね。ちなみにこの YouTube とかで撮影しに来た方とかいるんですか？ YouTube 初めてですね。お、YouTube 初めて。初めてらしいです。動画で残すという意味では大事ですね。大事だね、本当ね。もう最初はもうこういう感じで、ちょっとしっかりしてるね、やっぱりね。あ、本当だ。そうですね。また館長。まゆこちゃんのお父さん。違います、違います、違います。お父さん。死にしようく。お父さん、ここのお父さんですか。もう上映時間、これいつの4月？この間の4月で、だからこれが最後になった映画ですよ。館長を描いたプログラムです。中いろいろ見せていただいて、本当になんかすごかったね。もう歴史がもう超でしたね。今後は建物自体は、あれなんですか、そのまま、また復活させて営業しようっていう気持ちもあるんですかね。まず僕ら今首里劇場友の会っていうところで、はい、遺族の方から許可を得てこうやっていろんな方に来てもらってあるんですけど、僕らには何の権限も実はないんですけど、あ、ただ、はいはい、遺族の方はもうさすがにこれを引き継ぐこともできないし、直接の息子さんもいないので、はい、とりあえず陛下、あ、はい、でやっぱりすごい痛みがあるので、うん、もう再開の許諾は修理しない限り出ないので、やっぱり土地は借りてるんですよ。建物は自分たちで作ってます。はい、だから土地の契約が切れたら、ぶっちゃけ更地にしなきゃいけない。はい、その前に、まあ、できるだけいろんな人に見てもらったり、調査をしたり、図面のところを取ったり、はい、何かしらを残していこう。うまくいけば、うん、どっかのね、はい、ここ優しいお金持ちが、うん、どれどれちょっと出してくれたら、はい、まあ、那覇市とか県でもいいんですけど、建物としては72年だったので、これだけ木造で大きくて、うん、戦後の文化、
戦前の様式も残してる建物っていうのは本当最後なんで、うん、やっぱ沖縄市街の人たちも、うん、先輩たちもね、うん、今の若い人たち芝居小屋で芝居したことない人たちも、うん、とにかく見てもらいたい、できるならもう一度ここで公演してほしいなっていうことは言ってくれてるんです。こうやってこの建物をもうこの取り壊すということはもう大体いつ頃までにとかいう話もあったりするんですか？建物をとにかくどうするかっていうのは、土地代いつまで払ってるのかちょっとまだはっきりしてないんです。館長一人で亡くなっちゃって、はい、遺族の方が今調べてて、はい、最初来てないからある程度まとめて払ってるから、うん、と思うんですよ。だからもうしばらくはあるかもしれない、うん、でも来月いきなり壊しますってなるかもしれないけど、今調査中です。で今僕らとしても、うん、大中町の方たちとも連絡取り合って会議したりして、はい、ここに、まあ、どうしていくかっていうのをちょっとこれからやっぱりみんなの意思があるんで、うん、そうですね。そういう中で、うん、やっぱりお城の文化じゃなくて大衆の文化っていうのも、はいはいはい、首里にあっていいんじゃないのっていう言い方も含めて、はい、何かしら残るものをやっていきたいなとは思ってます。そのためにはまずこの価値をみんな知ってもらいたい。そうですね。マジでなんか復元で知ってほしいですね。いやでも本当になんか貴重な、ね、はい、もう中は実際あまり入られないですよね。だから機会がないらしいって、うん、特別に中案内してもらったので、そうですね、はい、ちょっとずつね見てもらう機会を増やしたいと思う、うんうんうん、本当は立て壊しレベルかもしれんけど、うん、現できたらっていう思いで、はい、はい、応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、東安寺車を運転さんですよね。チャンネル登録、アンザー、高評価、ボタン、ゆかさん、普通、逃げるサメラ、せーの、したりだー。